こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。今日も引き続き、埼玉県の県立高校の入試問題、数学の学校選択問題の、を解いていこうと思います。で、今日お話しするのは、確率と場合の数のお話です。で、この確率場合の数の問題が出たら、まずは全体のイメージをざっくりつかんでください。で、その後必ず樹形図を作っていっていただいて、樹形図を作るとなると、時間がかかりそうなイメージあるんですけれども、適当にやって×をもらうぐらいなら、時間をかけてでもしっかり樹形図を書いていただいて、で、得点をしてください。で、このシリーズの動画ですね、数学が苦手なお子さんに向けてのお話になりますので、みんなができる問題はしっかり取るっていうところで、樹形図をしっかり書いて、多少ここで時間を使ってしまってもしっかり得点をするっていうことの方が大事になってきます。後半の問題で、解ける人が、ほとんどいない問題に時間を割り当てるよりも、みんなが解ける問題をこういったところで手間を惜しまずにしっかり得点につなげるようにしてください。で、1つ目の問題が1から6までの目が出る、大小1つずつのサイコロがありますよ。まあ普通のサイコロですね。で、同時に、これがキーワードです。で、1回投げて、大きいサイコロ の出た目を A としますよ。で、小さい方の目を、B としますよ。で、これを、B 分の A っていう形に、数字で置き換えて、で、この値が3分の1と3の間ですね。3分の1以上3以下になる確率を求めなさいっていう問題です。で、この同時にって言われると、まあ、サイコロだと2つ同時にコロコロコロって転がすイメージつくと思うんですけれども、よくある問題で、まあ、箱か袋かに、まあ、ボールがいっぱい、玉でもボールでもが入っていて、で、2つ同時に何ていう問題があります。で、こういった時はもう同時にっていう言葉が出てきたら、1個こんな感じですね。1個取って戻してからまた1個取るっていう問題じゃなくて、2つ同時っていうのはもう戻さないんだよっていうイメージで捉えてください。別に、これが同時であるかどうかっていうのは、あまり意味がなくて、戻さないんだよっていうイメージで捉えてください。で、まあへりくつなんですけれども、人間のやることなので、同時といっても、1万分の1秒とか10万分の1秒とか、そこまで、厳密に見たら、同時なんてありえないですよね。じゃあ、ゆっくり1個ずつやったって同じじゃないのっていうことは、イメージつくと思います。ですので、今回2つ大小の、2つのサイコロを同時にって言ってるんですけれども、じゃあ台を振って、で、出た目に合わせて、小を決めるっていう形で順番に考えていったところで、確率は変化しないよねっていうところでイメージを、つけてください。で、じゃあ全体的なイメージどうやって掴んでいくのかっていうところなんですけれども、大きいサイコロだけ変化させたらどうなのっていうことです。で、小さいサイコロをもう先に1って決めてしまいます。先に1って分母を決めてしまって、で、分子になる、大きいサイコロだけを1が出たよ、2が出たよっていう形で変化させていくっていう形になって、 B 分の A を決めていくようってなります。考えます。そうすると、一番小さい数が値が1分の1ですよね。ですので、それが1で、一番大きい値っていうのは1分の6ですので、6ですので、 B 分の A っていう値は、1以上6以下の間に入るはずですよね。で、じゃあ今度小さいサイコロだけ変化させたらどうなの、こっちですね。で、今度大きいサイコロの目を1に固定してしまって、もう全部1ですよ。で、小さいサイコロだけ1,2,3,6っていう形で変化させていくと、 B 分の A、
こういう値は6分の1から1の間の値になりますよね。で、これ以外、これより大きくなったり小さくなったりすることってあるかなって考えていただくと、まあなんとなくこの間に収まりそうですよね。そうすると、これを全体で見ると一番ちっちゃくて6分の1、一番大きくて6っていう間に挟まってくるんだな。で、その中の、まあ一番ど真ん中あたりの3分の1から3に当てはまる値になるのはどのぐらいの確率なんだろうなって考えればいいわけですよね。で、じゃあ樹形図を作りましょうと。で、大きいサイコロが1の時、ちっちゃいサイコロが1が出るかもしれない、2が出るかもしれない、点々点で6が出るかもしれないですよね。で、それぞれに3分の1から3の間に入るかな、入った、これも入った、これも入った、あ、これはもう入んないやってやってっていただく。で、これを全部36通り、6×6 でこれ全部書いたんですけれども、36通りやっていってもいいですし、あ、なるほど、ものによってはこういったところで、まあ、1個この1セットは少なくともやっていただいて、で、あ、なるほど、途中に境目ができる場合があるんだねっていうのさえ気がついていただければ、じゃあ大きいサイコロが2の時一番上やって、あ、これ OK だ、じゃあ6だったらどうなんだろう、6でも OK だ、そうすると、あ、これ一番1が出ても6が出ても OK ってことはきっと間に境目ないよねっていうのがイメージつくと思います。要は先ほどのこのイメージのところでやった、こちらだとだんだん大きくなっていくよ、こちらだとだんだんちっちゃくなっていくよっていう数字の変化をしますので、大きいサイコロで2が出てしまったら、1が出てもちっちゃいサイコロは1が出ても6が出ても、両方 OK なんだったら、ここの変化がだんだん大きくなるかだんだんちっちゃくなるかは、まあ、脇に置いといて、その変化をしたところで結局境目がないんだよねっていうのが分かると思います。で、そこがつかめると、じゃあ3が出た時はどうなんだろう、で、1が出ても OK、 6が出ても OK だったら、間に境目ないよね、で、4が出た時どうだろうね、で、1が出ると、あ、バッテンだぞ、で、6が出ると丸だぞ、ってことは間に境目あるんだから、じゃあ境目ってどこなんだろう、じゃあ試しに2を見てみると、あ、これ OK だ、じゃあ OK と OK の間には境目がないんだから、ここが境目だよねっていうことで、5も6もあっという間にできると思います。これが、挟み撃ちの方式で丸と×の境目を見つけてくださいねっていうことになります。で、全部で36通りある中でダメなやつがここに3つまとまってて、こことこことここにあるわけですから、そうすると6個ダメだよね、じゃあ残りの30個は OK なんだからっていうことで、確率が求められると思います。で、これはその前の問題だったのかと思うんですが、これがまあ、よく見かける袋の中からあるいは箱の中から、赤玉だったり白玉だったり玉を取り出す問題です。で、色を確認して、ここが大事なところですね、袋に戻してからもう一度、引き直しますよっていう問題です。で、これが要注意のところで、戻すっていうことは全体の数は1回目も2回目も数が減らないよね。で、もし戻さないっていうことだと、1回目に引いた玉の分だけ、2回目は玉が減っちゃいますよね。で、そこはしっかり注意をしてください。で、先ほどの同時なのか同時じゃないのかっていうところのキーワードにもつながってきます。で、この手の問題が苦手なお子さんっていうのが、樹形図を書こうと思ったらこうなっちゃうっていうお子さんがいると思うんですね。例えば、1個目が赤だった、で、2個目が赤の場合と2個目が白の場合、じゃあ1個目が白だった、で、2個目が赤の場合と2個目が白の場合、じゃあこれで全部で4通りだよねっ
こうやって考えちゃうお子さん、意外にいて、で これだともう永久に答えにたどり着くことができません。で、これ極端な例をイメージしていただくといいんですけれども、じゃあこれ1個目が赤で2個目が赤、2個目が白っていう赤白だけで判断したら、赤が100個入ってて白が1個しか入ってない袋の中から、この、まあ、くじっていうか、このゲームっていうか、これをやろうとした時に同じ樹形図になっちゃったらおかしくないですかっていうのはイメージつくと思うんですよね。例えば、100個と1個だったら、1回目に赤を引く確率高いのイメージできますよね。で2個目に白が出る確率すごく少ないの分かりますよね。でも、この4通りしかないとしたら、2回とも同じ色の玉が出る確率っていうのは赤赤と白白なので4分の2なので2分の1、これおかしいよねっていうのがイメージつくと思います。ですので、なんかおかしいぞって思ったら片っぽを頭の中で結構ですので100個とか1000個とか、極端に玉の数を増やしてみていただいて、でイメージしていただくと、あ、ダメなんだっていうのがイメージがつくと思います。じゃあどうすればいいのかっていうところなんですけれども、赤3つあるよっていうことなので、赤に赤の1番、赤の2番、赤の3番っていう形で、別の玉なんだって判断できるように、印をつけてください。で1個目に赤の1番が出たら戻すので、2個目に引くのはまた赤の1番引ける可能性はありますよね。でもちろん入りっぱなし、一度も袋から出していない、赤の2番、赤の3番、白の1番、白の2番を引く可能性はありますよね。そうすると樹形図はこんな形になります。で同じように赤の2番を最初に引いて、で戻してっていう形でも、まあ同じ樹形図が書けると思いますので、もうこのパターンだと1個書いていただいて、じゃあ、残りのところはもうイメージ、もうこんなヒゲだけ書いていただければイメージがつくと思います。そうすると、ここは5通りある中で3通りが OK、ここも同じですよね、5通りある中で3通りが OK、ここも5通りある中で3通りが OK。 じゃあ白の場合は白を先に引いて次白が出るっていうと、この下の2つのパターンしかないわけですから、5通りある中で2通り OK、 でこれも5通りある中で2通り OK っていう形で、全体で5通りのパターンが、5種類あるので25が分母で、分子は 3+3+3+2+2 っていう形で確率が求められると思います。でこれが、先ほどのもし戻しますよっていうことじゃなくて、戻さずに、あるいは同時にって書いてあったら、これは、戻さないっていうことなので、樹形図の形はこんな形ですねに変化します。で一番最初にも言いましたけれども、同時といっても人間のやることなので1万分の1秒ぐらいは差があるよね。じゃあその差を、目には見えない差かもしれないけれども、そこを注目していただいて、それって結局戻さないって言ってるのと同じだよね。なので最初に赤の1を引いてしまったら 2回目に赤の1が出ることはもう絶対ないので、赤の2、赤の3、白の1、白の2、こういう樹形図になります。これを5種類書いてあげれば戻さない場合の確率も求められるようになると思います。まあ今日のお話はこんな形で、丁寧にやっていくと時間を取ってしまう樹形図をしっかり書くっていうことなんですけれども、ぜひこれ、なるべく練習しておいていただいて、で、テスト当日も同じように樹形図をしっかり書いて得点をしてきてください。では今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。